こんにちは、おしんちゃんことおごせやです。今回は新潟県長岡市瀬田にある、デカ盛りの聖地君屋食堂さんに行ってきました。君屋食堂さんは新潟では有名なデカ盛りのお店で、メニューも多種多様あるのですが、よく取り上げられるのはチャーハン野菜炒め定食です。今回はね、私の個人的な好みで中華丼とカツ丼の大盛りを注文してみました。チャーハンはね、なんと1000円でこんな量が出てきます。じゃーん。中盛りでこの量です。中華丼はね、もうめっちゃ熱々、具だくさん、とろとろなんがたっぷりかかってて美味しいんですよ。中華丼のあんはですね、ごま油がふわっと香って生姜が効いてる、めっちゃご飯が進むあんでした。何よりですね、この大盛りたっぷりなご飯に負けないぐらいたっぷり乗っかってるあんが嬉しいです。エビも大きいです。
もうほんとすごいです。いつもだったらこういう丼物を食べるときってご飯との割合を考えて食べるんですけど、もうこの中華丼は気にせずガンガンあんを絡めていってもご飯が余りません。お味噌汁もわかめがたっぷり入ってて、お出汁が効いてて落ち着くお味で美味しいですね。はい、カツ丼はですね、私ざっくり2つで表現できると思ってるんですよ。お出汁が効いてる優しい味系か、甘じょっぱいご飯が進む系のカツ丼か、こちらはですね、後者のご飯が進む甘じょっぱい系のカツ丼でした。カツもめっちゃ柔らかくて衣にも味がしみしみでしたね。今回ね、紹介しなかったんですが、長岡には洋風カツ丼というソウルフードもあるんですよ。ソースはね、ケチャップベースだったりデミグラスだったり、付け合わせの野菜もお店ごとに多種多様なんですが、まあ洋風なカツ丼ですね。今度ね、ぜひぜひね、ご紹介してみようと思います。こちらではね、その大盛りも食べることができるんで。Thank you.
君屋さん量が多いんでやっぱり食べきれない方も結構いらっしゃるんですよ。でもでもね、お持ち帰りもさせてもらえるんですよ。ありがたいですね、デカ盛りの上に。